いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで小文字の第3 DAI、はい、ファイナンスと一つですね。ちょっとグループブレイクで喋、りすぎてちょっと喉が枯れてます。店長です。よいしょ。で、今日発送しますね。はい、まあ結構ね、紙版のコンペティションもかなり売れ行きが良かったから、よいしょ、増産するのかなと思ったら、そんな、まあ増やしてないから、うん、まあ、これ以上増やすと副作用の方が強く出ちゃうから増やさないのかなっていう気は。はい、インサートのパープルだ。はい、マクアリスターですね。ライスがリフで、シリアルもいます。レバンドフの75で、イーサン、シリアル2つにルーキーリフトインサートか。ね、出るときこうやって出てくる。うん、はい、ラモスさん。リフ・ラモスさん。あ、ラモスさん、ラモスさんだ。ゴンサロさん。で、よいしょ。お、リコルイですね。リコルイ1回しか出なかったな、GB。はい、リコルイ。RL、 うん、いいっすよ。はい、ミューラー、リフがビニシウス、パープルですね。サーラムさん299で、サイン、お、ゲンドガン、ゲンドガンさんもかっこいいよね。渋いよね。はいね、アオリフォート、リコルイトギュノカ、ディバラさん、なんかキラキラしてる。これだ、50シリか。おお、フルハッサの50いきましたね。はい、50の15、背番号何番、8だ。ね、フラッサの50シリアル来ました。で、インサート、あと2パック、ちょうどいいですね。 PB も GB もこの6パックぐらいが。はい、ペドリとリコルイですね。リコルイの199、ホーソン、あ、ヤマルさんいましたね。ベース、ヤマルのベースも3箱1ぐらいかなという感じです。パッと出るわけではないんでね、かなり貴重。このアーテさん、シリアル250で、ガビさん、はい、ということで、はい、とちょっと喉がね、やっぱ喋るとね、ちょっと喉弱いから、喉がちょっとね枯れちゃうんですよね。よいしょ。シリアルもまあね、しっかり 4,5 枚は出てくるイメージだし、まあファイナンスに関してはこの価格で2オートっていうのが結構ね、売りな部分もありますね。普通だったら今のこうスポーツカードの時代だったら、まあ価格変わらずに1オートにしてっていうのも普通にありえますけど、ファイナスター2オートのままなんで、ありがたいところですね。よいしょ。結構ね、だから使うんだよね、ローダー4の最低でも6枚使うのか。で、あとヤマルのペースとか出ると結構使うね。1、2、ね、サイン、リコルイト、ギュンドガン。で、ヤマルさんね、ルキが出ましたね。1、2、3、4、6枚だ。ああ、インサート、
シリアル絡んで、しかもベースの方のシリアルも5枚出ると6になるんだ。6は優秀だと思います。4、5、もしくは6っていう感じっぽそうです。7もあるかもしれないですけどね。はい。じゃあね、今日は発送いたします。またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。